ゴールドの短期的な買い方、こちらの方のトレード手法と実例で解説していこうと思います。で、円建ての金価格が最近1万円を超えてきていまして、買って儲けたいっていうふうに思っている方もいらっしゃるかなというふうに思いまして、短期トレードで稼ぐというやり方をですね、紹介していこうかなというふうに思います。これはですね、僕自身がやっていることでもありまして、最近もこんな感じでですね、ロングエントリー、買いでエントリーをして、そして利確したり、今含み益を持ってですね、さらに伸ばしていけるかどうかっていうことをトライしている最中だったりするんですけれども、このやり方をですね、解説していこうかなというふうに思います。で、このやり方としましては、押し目買いですね。押し目買い、基本的には売るっていうよりも買っていこうっていう考え方になります。で、大前提としての相場環境認識ですね、ここがですね、今は買い相場だっていうふうに判断してるからこそ、押し目買いを選択しているということになるんですけれども、こんな感じでですね、上昇トレンドラインが月足で引けまして、この上昇トレンドラインと上昇チャネルラインの間でですね、基本的には推移していまして、高値安値が切り上がる上昇トレンドを長期的には形成しているというふうに認識しています。だからこその押し目買いという目線になるわけですね。で、この長期的なトレンドに乗っていこうというのが、これから紹介するやり方になるんですけれども、押し目買いというふうにお伝えしているように、下がったら買う戦略になりますと、下がったのを待って買っていこうと、こういう戦略ですね。で、じゃあどのタイミングで買うのかっていうところが、一番この押し目買い戦略としては問題になってくるんですけれども、そちらの方もですね、考え方がありますので紹介していきますね。大きな目線のサポートですね、こちらの強力なサポートをまずは探していきます。根拠1としましては、こんな感じでですね、週足の200日移動平均線がありまして、今回陽線をつけて2週連続でですね、ぐんぐん伸びているわけですけれども、そのタイミングとしましてはですね、ちょうどこの200日移動平均線にタッチして上がっていたということですね。まあ、移動平均線になりますので、ドンピシャで当たるわけではなく、こんな感じでですね、一回抜けてしまってから戻っていくという動きもあったりもするんですけれども、今回はですね、ちょうどタッチして上がっていったという形になります。ただしですね、今は効いているというふうに判断しているんですけれども、これから先もずっとですね、効いているのかどうかっていうのは、その時の状況次第になりますので、ここはですね、絶対に200日移動平均線にタッチしたら買いっていうわけではないということは押さえておきましょうと。例えばですね、2010年代に関してはこんな感じでですね、200日移動平均線に絡むような値動きになっていまして、あまりですね、判断に使えなかった時期も長く続いてますので、こういう状況になったらですね、別の考え方ですね、他の視点で強力なサポートっていうものを探していく必要がありますということですね。で、根拠2になりまして、2つ目の根拠となりましては、日足のライン分析ですね。こんな感じでラインを見ていまして、まずはホリゾンタルラインですね。こういうサポートサポートでレジスタンスになって、レジスタンスからサポートに変わって、またサポートになってきているという感じでですね、こんな感じでサポートレジスタンスが転換しているようなホリゾンタルラインが見つかるといいですねと。で、ここからさらにですね、下降トレンドラインですね、一番高値については無視したような形で下降トレンドラインを引けるんですけれども、
こんな感じでですね、下降トレンドラインを引いた先でですね、しっかりとレジスタンスになってるっていうことが確認できているので、このラインは効くだろうなっていうことを判断しています。で、そこのですね、チャネルラインですね、下降トレンドラインの下降チャネルライン、ここの安値のところにつけているんですけれども、そこにちょうどですね、ホリゾンタルラインと下降チャネルラインが当たったっていう、この強力なサポートっていうものを確認をしています。で、根拠の3つ目としましては、ファンダメンタル分析ですね。市場環境について見ていっています。で、これで大きいのがですね、日経新聞を引用しますと、このハマスがイスラエルに攻撃を開始したのが10月の7日になるんですけれども、ここからですね、反転が開始されているということで、かなり大きな有事が起こってしまいましたので、ゴールドとしては買いで反応してきているということを確認しています。で、根拠の4つ目としましては、こんな感じでですね、下降トレンドが継続している中で、高値、安値、高値、安値という形で切り下げ続けている動きの中でですね、先ほど見たここのところでですね、強力なサポートがあったっていうことを確認してからですね、こんな感じで、ここでですね、窓開けしているんですけども、これが根拠3になりまして、ハマスがイスラエルを攻撃してしまって、週明けにですね、こんな感じで窓を開けて、そのままぐんぐんと伸びていっていると。で、ダウ理論というものがありまして、ここの高値ですね、ここの高値を切り上げた、この高値ですね、ここに着目をして、ここからですね、上昇トレンドに変化するかもという予兆を捉えています。ここから先ですね、押し目が来たら買いっていうことを考え始めるわけですね。で、こんな感じでですね、根拠1から4というものがあって、強力なサポート、そして上昇トレンドに転換したかもっていう予兆を捉えていますと。ということです。で、ここからですね、じゃあ、押し目買いとしてトレードしていった目線を紹介していきます。先ほどお伝えしたように、ここの場所でロング買いを入れているんですけども、まずこのロング1ですね、ここのところから紹介していこうかなというふうに思います。レジスタンスを超えたということで、ここの下降トレンドラインを抜けていった。そして、ここの上昇トレンドラインもですね、軽く見ていたんですけれども、ここも抜けるか抜けないかっていうような感じで確認をしていました。で、これをですね、4時間足に落とすとこんな感じになっていまして、日足で見るとですね、ここのヒゲの部分については抜けているんだけれども、実体でですね、しっかりとこの下に抑え込まれているっていうところがあるんですけれども、4時間足にするとですね、ここでぴょんと実体がですね、しっかりと上に来ているっていうことが確認できますので、ここのところでも同じようにですね、こういうふうに抜けていく可能性は考えていました。ですので、まあ、ここのところでですね、そのままロングエントリーっていうことをしていませんということですね。じゃあどういう目線を整えたのかというと、さらに拡大してみるとこんな感じでですね、価格の推移がありまして、まあ、ここの高値から安値、そして高値、安値、高値、安値というような形で、ここの下降トレンドラインがサポートされてですね、高値、安値がこういうふうに切り上がっている上昇トレンドが発生しているなっていうことを確認して、ここのところでロングエントリーですね、
高値が切り上がって安値が切り上がるだろうということを想定して、ここのところでロングエントリーをしています。ロング1ですね。一つ目のロングエントリーはこのところでやっています。では続きまして、このロング2ですね、こちらの方の目線を紹介していきます。こちらの方については目線をギュッとさらに絞っていきまして、ホリゾンタルラインとここの下降トレンドラインを見ていました。ここのところですね、ホリゾンタルについては高値安値がですね、こういうふうに反転してきているところを捉えています。そして下降トレンドラインについては、かなり直近の目線でですね、ここの高値と高値を結んでですね、下降トレンドラインを引いてここを超えていったところを捉えていますということですね。で、ここからですね、さらにロウソク足を拡大して見ていくと、ここの下降トレンドラインに一度当たっていることは確認しています。そして反転して上昇しているということですね。それからですね、ここのところでホリゾンタルラインでサポートになっていますということを確認してですね、このあたりですね、まあ、高値が切り上がっていく、安値が切り上がっていくということを確認した上で、ここで入っていますということですね。ですので、押し目買いといってもですね、ここのところでポンと入るのではなく、値動きをですね、しっかりと確認をして、上昇トレンドが継続していくだろうと想定できるようなタイミングでですね、ここでもう順張りで入っていってるという感じになります。で、ここで入ったロング2については利確もしているんですけれども、その利確の目線としましては、こんな感じで上昇トレンドラインですね、上昇トレンドラインの上昇チャネルラインを見ていまして、ここの上昇チャネルラインに近づいた段階でですね、利確をしています。というのもですね、ここで入っていますので、ここの上昇トレンドの途中から入っているイメージになりますので、チャネルラインまでですね、ここまでで OK かなというふうに思いまして、短期トレードで終わらせていますと。で、こちらの方については、この目線というよりは、先ほどご紹介したように、こういう下降トレンドラインを超えたリターンを見ていますので、もっとですね、上の方まで行くことを想定してですね、ホールドして来週以降の値動きを見ていこうかなというふうに考えている感じですね。で、最後にまとめますと、ゴールドの短期的な買い方ですね。これについては、日足の上昇トレンド中だと判断しているため、基本的にはですね、押し目買いを想定していますと。じゃあその押し目買いのタイミングはというと、強いサポートにタッチしたっていうことが、まずは確認する必要があります。で、その後ですね、ダウ理論に基づいてトレンド転換の予兆を感じられるかどうかですね、高値が切り上がるという予兆をですね、感じられるかどうかっていうことを、高値安値の推移を見てですね、確認をしていきますと。で、それが確認できたらですね、押し目に当たる部分で買いを入れていくというやり方ですね。こんな感じで僕自身は実践をしているので、参考になるようであれば参考にしていただければなというふうに思ってます。ということで、こちらの内容がもし参考になったっていうことであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると励みになります。それではここまでご清聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。